はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。トップ芸能人格闘家デビューについてです。なんと K-1 において16年ぶりにゴリエがスペシャルラウンドガールに抜擢されたそうです。全くどこにも需要はないでしょう。次のニュースです。香川照之ライジンデビューについてです。銀座のクラブでいろいろとやらかした香川照之選手ですが、なんとライジンデビューするかもと噂されています。試合が始まればすぐ土下座して終わるでしょう。次のニュースです。オギチャネル快挙達成です。なんと我らのオギチャネルがやはり快挙を達成しました。ライジンが珍しく YouTube コンテンツを充実させるようですが、吉成名高選手のノックアウトや金太郎選手のベストマッドネス、堀口恭司選手のオールフィニッシュに加えて、我らのオギチャンネルはなんとベストスクランブルと塩漬け集がアップされるそうです。誰も見たくないでしょう。次のニュースです。クレベル朝倉未来ビビってたについてです。我らのダルシム小池ことクレベル小池選手ですが、実は未だにタイトルマッチのオファーすらない状態です。そんな中で朝倉のみっくんと名のウェザー君の記者会見について、朝倉のみっくんがビビってたとみんなが感じてたことを話していました。もともとやんちゃな不良ぶりで防災柔術を波紋仕掛けたクレベル選手には、ビビってたみっくんが小物に見えたことでしょう。次のニュースです。朝倉みくる整形写真流出についてです。なんと我らの土色サメ肌ナポリタンマスシフよりナポリタンな朝倉のみっくんの整形写真が流出していました。そしてもちろんオギチャンネルの整形写真も流出していました。ブサイクです。次のニュースです。秘宝堀口恭司〇〇自慢についてです。なんと日本の最高傑作堀口恭司選手が第2回元自慢においてスーパーバイザーに就任したようです。そしてアウトドアスパイス堀西との夢のコラボ商品堀口もプレゼントしてくれそうです。おそらく本人は知らないでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。日曜日8時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。